ウォーレン軍はアメリカ合衆国ノースカロライナ州の中央部北に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は2万972人であり、2000年の19972人から5.0%増加した。軍庁所在地はウォーレントン町であり、同軍で人口最大の町はノーライナ町である。ウォーレン軍は1779年に ビュート軍の北半分から設立された。軍名はマサチューセッツ湾植民地の医者で軍人だったジョセフ・ウォーレンにちなんで名付けられた。ウォーレンはアメリカ独立戦争のバンカーヒルの戦いで戦死した。ウォーレン軍はタバコと綿花のプランテーションが発展し、奴隷の労働力を使って南北戦争までかなりの富を生んだ。軍庁所在地のウォーレントンは商業の中心となり、 1840年から1860年まで、州内でも最大級に裕福の街となった。多くのプランテーション所有者が優美な家を建設した。1881年、ウォーレン軍、フランクリン軍、グランビル軍のそれぞれ一部を合わせてバンス軍が設立された。19世紀終盤から20世紀初期、農業に依存し続けていたウォーレン軍の発展は鈍かった。 多くの住人が働くために都市部に移動した。20世紀後半、アメリカ合衆国住宅都市開発省の資金で開発された計画都市の一つ、ソウルシティが軍内にある。企業や産業を誘致することができず、計画していたほどの住宅もできていない。1982年から PCB の埋め立て地ができた。軍民はその場所から危険な汚染物を除去し、 住民の健康を改善するために長い間、環境正義を追求し続けてきた。その場所が安全なものになったのは2004年になってからだった。ウォーレン軍は5人の委員で構成される、軍政委員会で統治されている。委員は5つに当分された選挙区から選ばれ、任期は4年間であり、2年ごとに半数が改選されている。1960年代に、 民主党が公民権利一方を支持し、アフリカ系アメリカ人が憲法で保障される権利を取り戻し、彼らに利益となる計画を支持したので、民主党は黒人票の支持を得ている。さらに、白人有権者にも民主党に投票する者がいる。ウォーレン軍は共和党候補者よりも民主党候補者を選ぶ傾向にある。2004年アメリカ合衆国大統領選挙では、 民主党のジョン・ケリーに65%の票を与え、共和党のジョージ・ W ・ブッシュは35%に止まった。同年の州知事選挙では民主党のマイク・イーズリーに74%が投票し、対する共和党のパトリック・ J ・バレンタインは25%しか取れなかった。ノースカロライナ州議会会,会員と上院にも民主党員各一人を選んでいる。 またアメリカ合衆国会院では、ノースカロライナ州第一選挙区に属し、やはり民主党員を送り出している。ウォーレン軍は、地域自治体の組織であるか当たる、地域自治体委員会のメンバーである。アメリカ合衆国国政調査局によれば、軍域全面積は444平方マイルで、あり、このうち、陸地429平方マイル、水域は15平方マイルで、 水域率は3.40%である。ウォーレン軍の自治体と、軍区以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。軍内には地域に深く根ざした三人種、根血孤立型民族の子孫である。ハリワサポニ族が多く住んでいる。ありがとうございます。